こんばんはカズヤです今年はカメラがかなり豊作ですよねつい先日もルミックスから S9 ですとかマイクロフォーサーズの GH7 が発表されていますけど今度はねニコンもすごいの出してきましたよねニコンもルミックスもちょっと前まで ま、伸び悩んででいいたのかなという印象でしたしかしニコンでいうと Z9 だったりとか Z8 これらがかなり評価されてるわけですよそしてやっぱり Z レンズの素晴らしさねルミックスの方は s 5 m a r k II で、まあ、あれなんかね本当にコスパも優れてますしで、まあえー、まあ動画もそうだし写真もそうだしかなりね良かったと思いますよそうやって助走をつけて今さらなる飛躍を遂げようとしているんですよね昨日ニコンから Z6 3ががマーク発表になりましたこれはニコンユーザーの間口をかなり広げることになるんじゃないですかね。というのも近年一眼カメラを取り巻く環境って大きく変わってきたわけですよ。 単純に写真を撮るだけではなくて動画性能の方にも注目されてるしそこを重視して買う人がかなり増えてたと思います十数年前にはなかったニーズとして、まあ、YouTuber っていう人たちが出てきましたよね、まあ、動画自体がかなり身近なものになりましたので、まあ、それを作る、まあ、YouTuber だったりとか裏、えー、方さんの,、まあその動画制作者の方が、まあ、かなり増えたのかなと思いますそれで一眼動画が注目を集めてビデオカメラの方はちょっと衰退に向かったのかなと思いますよ やっぱりビデオカメラに比べるとね一眼動画の方が圧倒的に綺麗ですしで一眼動画っていうとやっぱりここ10年ぐらいではソニーがねまあ台頭してそして強くなったのかなと思いますミラーレス一眼に注力して一気にシェアを取りましたよねしかしもともと写真機として強かったキャノンであったりとかニコンっていうのも古豪的な存在として今巻き返しを図ってるわけですよ今回発表されたニコンの Z6M3 なんかは いやーもうこれ、本当にすごいもの出してきたなという感じですよね。まずセンサーですよ。えー、世界初の部分積層型 CMOS センサーにより読み出し速度は Z6M2 の約3.5倍になったということです。従来より AF も速くなっていますし まあ連ししたいい人にも相当ななメリットがあるんじゃないでしょうかこのセンサーと画像処理エンジンによって 12bit6K の NLOW プロレ s LOWHQ や 10bit5.4K のプロレ s 422HQ の内部収録が可能になったということです。ロードが自体は撮れるんだけど記録は外部レコーダーにみたいなカメラもあるんですけどこれ内部で行けちゃうんですね。 すごいわその分高速のメモリーカードが必要になりますけどまあ外部レコーダーつけるよりはね煩雑さはないと思いますし素晴らしいと思います。容量的に問題ないというのであれば、まあ、常に 6K とか 5.4K で撮影しておいて うんまあその成果物としてその動画として出す時には 4K に切り出すみたいな手法もいいんじゃないかなと思いますよ小さくしか撮れないよりはやっぱでかく撮れてまあちょっとこうねあのクロップというかそのトリミングして使うっていうこともできますから撮影の幅が広がりますよしかもこの手の高画質収録できるっていう時に気になるのがその連続撮影時間ですよね一応これ公式の説明的にはその1回の撮影で最長125分の連続記録が 可能だということです。まあ、もちろんね、その環境によっては無理な場面もあると思いますよ。例えばその、えー、炎天下のこの真夏の炎天下の中、えー、2時間回すとかってのはちょっとん厳しいんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、室内とかでね、その講演会とかまあ、ライブ撮影とかでも、まあ、使えるのかなという感じです。モニターはバリアングル式ですからね。 もう動画機として言うことないんじゃないでしょうか。前の Z6II ってあのチルトでしたよね。だから完全な動画機かっていうと、まあ、少なくとも YouTuber には向かないなっていうカメラではあったと思うんですけど、いや、今回もバリアングルになったから、いや、もう本当すごいわ。完璧だわ。z 6 m i は動画ユーザーを引き付ける、まあ、かなりの魅力、スペックを持っているんじゃないかなと思いまして、これ今他のメーカー使ってる人も乗り換える可能性ありますよね。動画機として z 6 m i を買って、 とかね、まあこれから多分 Z7 の M3 とかも出てくるでしょうし、まあ、あとちょっと上の8とか9とかそういうの買うとか Z で統一するんだったらサブ機として APS-C 機を持つっていうのも一つの手段ですよね。まあ、実は今日これ Z30 でね動画撮影してるんですけど、まあ、こういうコンパクトな Z30 だったりとかファインダー付いた Z50 とか。 えー、いうものも選択肢に、まあ、あの複数使うんだったらね、えー、なってくると思いますよちょっと前にこの画角でこの Z30 使った時があったんですけどなんか画質がめちゃくちゃ綺麗だっていうねえー、ことをコメントで頂い,いてましたがそうこんな感じで、ね、綺麗に撮れるし、まあ、AF もまあまあこんな感じですよ本体に手ぶれ補正ないのでちょっとね外で使うその手持ちで使うっていうのは難しいんですけど、まあ、その点やっぱり z 6 m III なんかは手ぶれ補正も強化されてるし あのまあ手持ちでもね、撮影が十分にできるのかなと思います。あと、そのフルサイズ機とその A. P. S. C. 機。これはニコンで統一しておくと、まあ、これ両方で使えるわけですよ。レンズって。だから、フルサイズ機で。 APS-C のレンズ使うっていうのも選択肢としてはありますよね、まあ、その場合あのだいぶねレンズちっちゃく軽くできますからいやーこれねほんとすごいなと思うんですけどね Z6M3 は写真機としても性能高いのでまあ、それで動画性能も上がってるからもう1台でハイブリッドにこなすことができますよねで EVF に至っては上位の Z9 をもしのぐ新型が搭載されていますなんかもうねその部分的には Z9 とか Z8 とか上位機種を食ってしまうんじゃないかっていうレベルのものですよね まあそれゆえにちょっと中級機としてはやりすぎなんじゃないかなっていうのもあります z 6 m III の価格はニコンダイレクトだと、えー、43万5600円、えー、2420の付いたレンズキットは55万1100円になっていますこれ公式価格なのでまあ量販店とかだともうちょっと安くなるとは思うんですけどまあこれ公式で買うと次買え使えるクーポンがもらえたり専用のバックインバックが えもらえたりすするようですねにしてもねやっぱそこそこの金額するなと思うんですけど、うんまあ、やっぱり円安の影響ですかねこれアメリカだと2499ドルらしいんですよだから前のモデルと全然値段変わってなくてだけど日本は円安の影響でめっちゃ高くなっちゃったっていうそんな感じねまあでもねあのソニーの α7S3 が発売から4年近く経ってもまだねこれ最安44万円くらいするんですよ。 だからそれ考えると最新の Z6 マ、えーク3であの、ま、機能もかなり、えー、モリモリって考えると安いような気もしますけどね選択肢ができたというのは大きいと思いますニコンで動画制作っていうのがかなり現実的になりましたまあでもね大抵のユーザーにとってはここまでのスペックってねいらないんじゃないかなというふうに思いますよまあ例えばその、えー、動画をねよく撮る YouTuber とかで考えても 毎回ロウ撮影する人がどれだけいるのかっていうねスペックっていいに越したことはないんですよ。 ただ、そのなんか技術者とかがこう頑張りすぎちゃって、いろいろ盛り込みすぎると、その価格が高くなっちゃうでしょ。となると、世間が求めるニーズとずれちゃうっていうのはよくあることだと思うんですよね。今、ニコンでいうと、ZF が結構売れてるという話じゃないですか。あれやっぱりデザインがよくて、さらに機能的にも、あ,ある程度のもの、まあ、現代的なものをぶち込んでいるので、まあ、それでいってお値段も30万円切ってきますからね。Z6 Mark III は まあいろいろできるんだけどその分お値段はしますよねまあその辺は住み分けって考えたらいいのかもしれませんけどでその動画機としてまあこの価格見て思ったんですけどそのいかにルミックスの GH7 が安いかっていうことですよね動画制作に特化していて GH7 は二十七万四千円ですからねセンサーはフルサイズではなくマイクロフォーサーズにはなりますけれどもまあそのセンサーが小さい分まあレンズも小さく軽くできてまあそのだから小さい軽い 安いいっていう,、ね、いうのはありますよね、まあ、本体の重さでいうとよりの方が重いんですけどいや昨日の発表かなり注目されていたんじゃないですかね結構生放送いろんな人がやっていて多くの、えー、視聴者を得ていたんじゃないかなと思うんですけどだからその欲しいっていう人は多いと思うんですよ欲しいんだけどその先立つもの要はマネーの方がちょっと厳しいなっていうねコメントもよく見られたんですけど。 でも大丈夫ニコンダイレクトを見ると、えー、60回まで金利ゼロローンを案内していますよね。これはね悪魔の言い訳ですよ。本体のみであれば、えー、60回払いまで無金利で月々たったの7,200円からっていう金額なのでこれだったら買えちゃうっていう人もいるでしょうから悩みどころですね。60回ローンなので、まあ、5年間使うっていう人であれば、まあ、元は取れるのかなと思いますしまあ5年後残価どうでしょうね。 うーんまあニコンでまあこれだけの性能を持ってるから、まあ、それなりにあの買い取ってはくれるんじゃないかなというふうには思いますけどでこれ1台で動画も写真も、えー、かなり、えー、こなすことができますしありですよね今後ですねこの Z6 の M−2 だからその1世代前のものも併売するようなので。 であのそっちの方は多分値段落ちるでしょう写真中心っていう人はそっちを買うっていうのもありだと思いますそうだからねこの最新機種が出ることによってその前の方がちょっと値段も下がるしでも、まあ、中古市場なんかにもたくさん出てくると思うのでこのやっぱ選択肢振るのは本当にいいことですで僕はね買うのかどうなのかっていうとまあ買わないですね多分ね多分労働がも取らないですからねでまあ、妻にしろポコちゃんにしろ、えー、子供もの、まあ、写真動画撮るのも まあ今持ってるそのねライカの M11 とか α7S3 でまあ不自由してないっていうのもあるし本当になんかコンパクトにいきたいっていう時はこの Z30 持っていけばいいですしただ α7S3 もねそろそろ4年経つしそれでいて買い取りそのマップカメラのポイントとかだとまだね30万とかになるんですよねなので買い取りが高いうちに α7S3 を売って Z6 祭りに乗り換えるっていうのも いいかなっっっててちょっと思ってますでですねそのソニー持ってる人って意外とニコンと親和性高くてあの AF も効くあのマウントアダプターでめっちゃ薄い軽いやつがあるんですよそれ僕持ってて今この Z30 とかでそのソニーの APS-C 用のレンズとか、えー、つけてまあ今日は違いますけどあのつけられたりするのでだからこれフルサイズもいけるんですよね、まあ、なのでそのアルファで使っていたその E マウントのレンズ資産を、まあ、ニコンのカメラ買ったとしてもそのまま使えちゃうっていうねなので あのまあ、ニコンに乗り換えるっていうのは、まあ、現実的にありなんじゃないかなというのは思ってるわけですよいやーちょっとなんか楽しくなってきましたよねまあ多分買わないですけどね多分ねということでニコンの大逆襲が始まったというお話でしたということで今回は以上です最後にかわいいポコちゃんをご覧くださいまたキバ出してんなポコちゃん眠くてひどい体勢で。